倉前事業とは、倉前給与とも呼ばれ、江戸幕府や藩が、家臣に対して、法録として、事業地の代わりに倉前を支給すること。これを受けた家臣を倉前取りと呼ぶ。ただし、倉前事業を、名目上の事業法を持ち、実際の支給は、事業法に面をかけた額を支給する。もの、倉前取りは、実際の手っ取り額のみが明示されるものを指す場合も、あり。 両者を合わせて、法牧制とも称する。本来、武士においては、主君は家臣に対してその所領の一部を地業地として与える、地方事業が基本であった。しかし、江戸時代に入ると、などの理由から、地方事業を止めて、倉前事業に切り替える場合が増加した。当初は倉前が直接家臣に渡されたが、後には札差しが工定価格で引き取って、 手数料を差し引いた後に家臣に代金を渡す方式も取られるようになった。明治2年の藩籍奉還に伴う六成改革によって大名も含めたすべての地方事業が廃止され、らま一行のみとなる。だが、それも廃藩置県を経て明治9年の実録処分によって完全に廃されることとなった。鈴木久志、法六制。 ISBN4642005129 ありがとうございます。